東京大会におけるコロナ対策については出入国管理さらに検査、医療体制会場運営などの幅広い課題を総合的に検討・調整する必要があると思っています。菅官房長官は来年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けコロナ対策を検討する新たな会議の設置を明らかにしました。 政府関係者によると、初会合は来月4日で、国と東京都組織委員会が参加します。海外からの選手や観客の入国条件やコロナ対策に係かかる費用などを検討し、年内に方針を取りまとめるということです。